宴を始めようか。お疲れ様です。どうも あ、美味しい。これ池戸裕太さんに来ていただきました。僕多分初めてですYouTube に出るの、最初で最後の。そう、最近さ、このビール気に入ってて。美味しいですね、これ。マルエフ朝日ってさ、あのスーパードライ、そうスーパードライのイメージがあって。違いますね。これすごく気に入って美味しい。マルエフこれでもしかしたら朝日ビールさんが大量ね、最初はなんか1ケースあげるからなんかやっといてよぐらいな、はい、感じですね。そこでちゃんとやってる人がつながるんでしょうね。めちゃくちゃなんかそういう風にこうなっていきたくて、そのいきなりさ、ヒカキンみたいなことできないじゃん。はい、いきなりこんなボキッとかやり始めたら、エジリさんどうしたのって。本当にボキッてなるかもしれない。例えば朝倉未来はパンチの打ち方とかやんないじゃない。やんないですね。彼らのファンになって初めて格闘技見に行った人がほとんどだと思う。あ、俺たちからすると音楽ファンとか音楽好きの人に向けて何かをやってるっていうスタンスじゃないわけよ、彼は。はいはいはい、はい、あのお茶の間にまずリーチして、そっから格闘技に呼んでる。はいはい、はいはいはい、俺それやりたいわけ。なるほど。だったらもう逆に最初からヒカキンみたいに言ったらいいんじゃないですか。最初からね。この音楽のチャンネルのさ、はいはいはい、手なんだけど、あ、でも僕も結構見ますもん。 YouTube のノンベルだけとか、トーク結構、まあ酒飲んでるとさ、カメラがあると意識しちゃうけど、なんかないと結構面白い話してる瞬間もあるじゃん。はいはいはい、そうそう、ピーって入るやつですよね。ああ、だいたいだいたいね。これ編集したら全部ピーピーピーかの可能性もありますよ。そうそう、結果の全部ピーまみれになって、で、そのチャンネル登録した人がピーを解除できるみたいな。ダウンロードはこちらで。とはいえ、トークの題材が音楽をいきなりこう外すとガンダム。ただの飲み会ですからね。そう、今日も何時間練習してきたんですか。今日はもう、でも2時間ぐらいは。毎日何時間単位でこう練習するわけでしょ。やりますね、3、4時間。何歳ぐらいからやってるわけですか。いくつぐらいでしょうね。でも僕真面目に練習するのだったのって割と行ってからですね。28、9ぐらいから真面目に練習するようになりましたね。そうだよね、赤坂であったの多分2014年か15年だったと思うわけ。はいはいはい、はい、うん、だからもう9年10年経ってるね。そうです ね、その頃にはそう、すでになんか今のようなスタイルはできてて、そうだ、その頃にもなんか6時間ぐらい練習するっていうなんか風に。あ、でも6時間ぐらい練習してたから、まだ子供もいなかったので、ね、あ、そうかそうかそうか、はい、やるときは6時間ぐらい見てましたね。そうそう、なんかその印象があって、でしかもものすごい量のなんかルーティーンをこなしてみたいなこと言ってたから。あ、そう、それ今も一緒です。うん、そのルーティーンをこなす時間がそのいわゆる10年前よりもなんか早いんですよ。おー、やっぱ早くなるの。早くなりますね。だから考え、僕あのメモらないんですよ。うん、その音楽のアイディアとか、うん、なんか結構メモる人メモるじゃないですか、うん、ダイアグラムにしちゃってとか。うん、もう一切やらなくて、じゃあその全部こう覚えたいんですよ。時間にすると1時間半から2時間ぐらいで、うん、そこのいわゆる、まあ、メトロノームとか使わない練習は1時間半ぐらいで終わるんで、最初の頃は覚え出すっていう作業もしないといけないんで。ああ、そうかそうか。とか考えて、あ、これでみたいな。あ、なるほどなるほど。じゃあ例えて言うなら、その最初はさ、お経を読むときはこう見ながらじゃないとダメじゃん。はい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 、はい、それ見なくてよくなった。そうですね。考えなくてよくなりました。なるほど。無で出るみたいな。あ、なるほどなるほど、はい、分かった分かった。最初はあんなの絶対覚えられないじゃん。無理ですよね、あの呪文だもんね、はいはい、それをこうずっとやっていくうちにもう空で言えるようになった。そうですよ、うん、途中からでも取れるようになるみたいな。うん、三日坊主で終わりがちな練習になりがちなのは、最初の方だけ何回も何回も練習するから、はいはいはい、そこは上手いんだけど、はい、この辺をさなんかあんまりやらない、なんつうの、なんか濁して終わるみたいな。そうそうそう、いや、そういうのがないんだもん。どっからでもいける。全部やります。やりましたね、本当に。やらないと気持ち悪いぐらいになっちゃって、日課なんで。やらないと忘れるんじゃないかって思ってしまうんですよ。それはさ、他のミュージシャンというか他のギタープレイヤーはやってないことなわけでしょ。どうなんでしょうね。やってる人は知らないわけでしょ。僕は知らないですし、みんなやらなくてもいいんじゃないですか、多分。あ、そう。そうか、メモってるとか書いてれば、あ、そのアイデアが欲しくなった時に見て、あーってやるじゃないですか。ま
まあ、何度も何度も使うこのキーコマンドとか覚えちゃうけど、うん、はいはいはい、1年に何回かしか使わないこととか確定申告のやり方で毎年やるのに忘れてるじゃん。忘れますね。ねえ、だからあとあのパスワード忘れてるとかさね。そうそうそう。音楽の場合はその瞬間にこう出てこなきゃさ。そうですね。ダメなんだもんね、はい、当たり前だけど。で結局その例えばですけど、まあ教本とか見たり、あのその自分のアイディアを紙に書き留めておいて、うん、持っておくのってその満足して終わるんですよ。知ってるっていうので満足して終わるんで、瞬発力がないアイディアっていうかその知識なんですよね、うん、だから急に来た時に急に出せないと、そうそうそう、それできないに等しいんで、うん、だから僕メモらずに全部引いて急に来た時にもそれをいつでも出せるようにっていうのをやって、ね、結局ずっとそれを引いてますね。お笑い芸人とかはその場で出てこないと意味ないですもんね。いいツッコミ知ってたのに忘れてたとかね、はいはい、後で家帰って、うん、あの時あれ弾けなかったんだなみたいな、そういうのは本当一緒だもんね、うん、あちょっと待ってくださいねってこう調べて、あこれですこれですって、ちょっと待ってくださいねって言ってる間にもう次の行くので、そうだよね。スポーツ選手とかさ、ミュージシャンとかさ、お笑い芸人さんとかさ、すごいもんね、その場で、はい、もうコンマ何秒の世界で出てこないとタイミングミスるだけでも、そうですよね、合わないし、はい、フレーズがとか、あとお笑い的にはなんかテンポおかしいぞみたいなさ、お笑いにできないと、まあ、そういう芸人いたら面白いですけどね一人ぐらい、ちょっと遅れてさっきのツッコミするみたいな、あ今いないじゃないですかそういう人。それはなんか普通のトークの時にやってくれたら面白いですよね。確かに確かに、はい、なんか新しいスタイルの、あ、なるほどね。僕多分それめちゃくちゃ受けると思います。なんか、 なんか急に、あ、さっきの言って突っ込んでるのねみたいな。シュールというか。それがもう本に書くと経典みたいになるんだ。ページ数。結構な風になるんじゃないですかね。うん、だからあれでしょ、そのコードジニアス作った時のあの、あの資料あるじゃないですか。あの資料プラスアルファみたいな感じでしょ。そうそうそう。あれはコードだけなんで、うん、そこにもアルペジオがあったり、うん、いわゆるスケール。うんとか、コードジニスに載せてないボイシングもありますし、2世のコントラプンタルっていうんですか、対方的なアイディアの練習とか、ストックとかいろいろ弾くと、たまに忘れますけどね。なるほど。さっきほら演奏を聴いてと思ったのが、弾こうとしてたことと多分違うことを弾いた時のそのなんていうのかな、見てる側からするとそこが面白かったやつだけど、どうやるんだろうみたいな、俺だったら、ごめんちょっともう一回みたいな、はい、なるけど、そういう、あえて、あ、多分この人はやんないことを多分毎晩やってるから、あの、多分ここでも止まんないんだろうなと思ってずっとこれ撮ってたんだけど、テーマを間違えても、うん、間違えてないようにするというか、うん、あ、でもソロだって間違いは僕の中ではありますから、うん、テーマってメロディーなんで、うん、まあみんなが知ってることじゃないですか。だからどう弾かないといけないときにレ弾いちゃったらミストーンっていうふうに認識されると思うんですよ。それをいかにどう処理するかでミストーンに聞こえないかっていうのも出てくるんですけど、ソロってどう弾こうと思ってたのにレ弾いちゃったのって誰にも分かんないじゃないですか、うん、ある意味ね、はい、けど自分の中では明らかにミストーンになるんですよ、はい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 、その時にそれにどう反応するかみたいな、うん、まあでも結局はここで解決しようとしてるところがここになっただけで、うん、同じだとは思うんですけどね。なるほどなるほど。それはでも聞いてる人にとってみれば分からない以上に面白かったりするかもしれないし、はい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 、うん、thank you.
さっきの曲は何で選んだんですか？テーマを知ってるから。ああ、そうか。知ってって間違いますけどね。テーマってむずいっすよね、弾くでもなんかスタンダードの演奏でこうハッとするのって、機能和声のところにとんでもないボイシングだったり、うん、とんでもないリハーモナイズとか、うん、違ったこうラインがこう別事件って、はいはい、動いててみんなうわってなるじゃないですか。それはさどこから得るの、着想っていうのは。まあどうでしょうね、いわゆるこれはちょっとあのもう一本ビール、やっぱりあります。見てる人があいつはビール飲ませや何でも教えるぞみたいなまあでもそれって人それぞれじゃないですかね。どこからこうそこのアイデアに行き着くかみたいなのに、まあアイデアっていう言葉をどういうふうに取るかじゃないですか。はい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 。アイデアって言葉上いろいろ意味があるじゃないですか。うん、どれをアイデアと思うかはこう人それぞれだと思うんで、うん、まあそのアイデアのうちのどこをピックアップして外側に行くかっていうのは、うん、あのいきなり最初から結構すごい質問だと思いますよ。うん、言語化はされてるの、その辺の。いや、されてないと思う。されてないんだ。僕も見たことないですね。うん、いや、学生時代にみんなこぞってやりたかったことがアウトプレイなんですよ。アウトサイドの演奏をみんなこぞってこう研究するんですよね。で今振り返って思うと、アウトサイドのソロの練習とか研究をみんなするのに、うん、アウトサイドのハーモニーについて誰一人こう言ってなかったんですよ。まあ僕も含めですけど、ラインに受けるアウトサイドをハーモニー化してしまえば、うん、ハーモニーでアウトサイドできるじゃないですか。うん、だからその、ね、作曲の時もそのアウトサイドをする持っていくように作曲をする時もある。いや全くしないです。あ、それはないんだ、はい、うん、作曲はもう単純に出てきたものをそのまま書くだけなので、なるほど、なるほど、後でめちゃくちゃソロ取りにくくなったりはするんですけど、機能合わせの曲の方がそういうのはやりやすいですよね。外側に行ってっていうのがやりやすいです。あ、内側があるからこそ。そうですいわゆるオリジナルとかでそうじゃない音楽だと、うん、やりにくいんですよね。確かに。だって誰も知らないじゃないですか、その曲。そうだよね。間違えたことも分かんないし、外れたことも分からない。アウトしてもインサイドと思われる可能性ありますし。確かに確かに。え、その内容っていうのは動画の中でかいつまんで喋れたりするもんなんですか？どの内容ですか？え、そのルーティーンっていうのは。そう、ルーティーンは、あの、とりあえず書きピーいただいたらルーティーン。書きピーだ。書きピーでルーティーン教えて。あのいろんな人がカキピーをもしライブに持ってきてくれるようになったら受けますよね。あ、これ美味しいですね。僕普段食べれない、これサクサクしたやつ。なんで歯に詰まるからですなんで柿の種なんですかね。形なんですか。そう、ルーティーンもあの、まあ、もらったので言うと、コードのドロップボイシングを全部弾きます。全部弾く、はい、全部っていうのは、ドロップボイシング、うん、ドロップ2-3、2-3、2-4、2-3とか、うん、オープンか、オープンボイシングのトライアドで、まあメジャー、マイナー、ディミニッシュ、オーグメント、サス2、サス4。クローズドボイシングってどういうこと言うんですか。1オクターブ内のボイシングですね。これクローズですね。で、オープンっていうのは、まあ1オクターブ以上になるんで弾けない、まあいいや。で、それは何、 A からなんつうの、 B まで全部あるけどC だったら C で固定して全部やります。まあ、ギターってあの楽器の構造上6弦か5弦にルートが出てくるっていうフォームが多くなるんで、まあ、何種類あるのかちょっと見当もつかないけど、よく使うやつっていうのはやっぱりありますね。それはどこで決まるんですか。どこでしょうね。でもよく使うっていうか、まとめてその形では使わないことの方が多いですね。バラして弾くので。あ、なるほどなるほど。いや、ボイシングって形じゃないですか、うん、ピアノにしろギターにしろ、うん、それを同時にバンって弾くのか、はい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 、分散して弾くのかで、やり方が変わるんで。ピアノでも全部だとこうかもしれないけど、そう、バラしていけば変わるじゃないですか。ちゃんちゃんとか、はい、あ、じゃあその全体こうなんだけど、ここ弾いてここ弾いてる可能性もあると。だ、結果としてそれがドロップ2とドロップ3を、あ、今後にもなってる、今後になってるとかもありますし、コードずっとやるようになって、うん、ここにあるやつでとっさにコードを作るようになるんですよ。その場でベースがいたりとか、うん、伴奏者で1人いれば、うんうんうん、自分が2音鳴らせばもう3音になるんで、うんうんうん、まあ和音として完結するじゃないですか。しますよね。なんでそんなに多くいっぱい弾く必要もなくなると思うんですよ。多く弾いて4つだと思うんで。なるほど。いわゆる6つでもうされて
じゃらんみたいなのが、ソロギターとかだったらやるんでしょうけど、じゃあそれをその場で選択してる時も結構あるっていうか、そうですね、だからソロギター苦手です。普段のやらないアプローチなので、さっき弾きましたけど、うん、あんまり得意じゃないです、ね、うん、いやでもね、すごい素敵でしたけどね。ある意味こうスペーシーというか、ですなんか、うん、なっちゃいますね、うんうんうん、なってるっていう体で弾くので、うん、頭の中でね、そうです、うん、すごいなと思って聴いてたけどね。なんかあの伴奏でもそうですよね、ギターデュオとかで伴奏すると、うん、ウォーキングベースする人結構いるんですけど、うんうん、僕はギタリストなので、うん、ベース弾きたくないですよ、うん、だからなってる体で進める。なるほどなるほど、ですかデュオとか、うん、逐一そんなベースぐらい弾く必要ないと思うんですよね。うん、俺もそう思う、ね、ベーシスト呼べばいいじゃないですか。そうそう、だからそうそうなんでそのフォーマットにしたのかっていう意味がない、ね、意味がちょっとまあないとまで言わないけどちょっと薄れるよね、うん、うん、だからそんなに、そう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 、なるほどね。でもよく考えたら聴いてる人はなってない人もいるかもしれないですからね。そうですねだから、うん、そう考えると弾く人の方が正しい、正しいとか間違いないと思うんですけど、どうでしょうね、結構置いてきぼりにされてるお客さんもいるでしょうね、うん、そういう、まあでもそれもジャズなのかな多分、はいはいはい、なんか今日は置いてきぼりされたって思いながら帰っていくお客さん、二度と行くかで帰っちゃう人ジャズじゃないっ て、うん、でもその説明がましい演奏っていうのはまあ、あの個人的にはそんなには聞きたくはないけど、はい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 、どうだろうね、その裾野は広がらないかもね。
そうですよね。だから分からないのが楽しいって思える人間と、分からないから楽しくないって思う人間、2種類に分かれると僕は思って。難しいとかね。そうなんですよね。僕分かんないのは楽しいから、だったら何回も聞いて、何回も見に行って、ちょっとでも分かるようになったらなんかいいなみたいな。それ性格もあると思うな。まあそうですよね。でも音楽だと、結構分かんないことがミステリアスですよね。そうですよね。なんか分からないけど、音がいい、なんか気持ちいいから聞くっていう。スタンスの人と、分からないから気持ちよくないっていう人がいると思うんですよね。それどうにかしてこうみんながあのうまく難しいんだよ。まあこういうチャンネルやろうと思った一つの動機でもあるわけだけど、うん、ジャズってなんでお客さん入んねえんだろうなみたいな思ったりするわけですよ。かといってそこでさっき言ったみたいに何でもかんでもベースライン弾いてここですよここですよみたいな演奏って面白くないじゃない。はいはいはい。だから難しいよね。でもちゃんとここですよってやってあげないと分かんないっていうお客さんがでもここですよが欲しい時もありますよ。うん、もちろんもちろ ん, ちろんやってて全然どっか分かんないんですけど、もちろんもちろんっていう時にそのままもうおいでよりにしちゃったらもうただのロストじゃないですか。ああ、演奏者同士で、ね、気づいたことがあって月に多い時は何回も見るわけじゃん、はい、野球ファンで月に1回以上行く人って相当だと思うわけ。はいはいはい、はい、球場に、はい、マニアの人たちはその落語でもさもう週1回行くとかさ、はい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 、だからそうなってくると今日寝ちゃってもいいわけですよ。居眠りして、はい、なんかそのあー気持ちよかったよく寝たみたいな、はいはいはい、それはなぜかっていうといつも言ってるからなんか逃さないようにって聞かなくなるというか、はいはいはい、はい、うん、なんかその気楽に聞いてるからでなんかその瞬間なんかうお今良かったねみたいななんか気づけるようになるっていうか、はい、そうそう、だからこうやって今何がいいんだこれみたいなそういう聞き方をしてない。どう聞いたらいいんだ、まあ、それでいいのかもしれないですね、うん、それだからジャズのライブをいっぱい聴きに行けるんでしょうね。うん、いっぱい行ったからそうなったっていうのだからその両方なんですよね。はいはいはい、はい、あなるほど。だから結構そうなれる人ってちょっと奇特な人というか、まあ、いろいろと余裕がないと無理ですしね、うん、いろんな、まあ、余裕とかあのタイミングとか、はい、なんだろう周りにそういう仲間がいたとかでじゃなかったらまあ下手したらこんなとこ二度と来るかっていう経験もしてる人もむっちゃ多い気がするはするんだけどね。そうですよね、うん、でなんか何がいいんだこれって見てるのに横ではイエーとか言ってるわけじゃん。何だろう何がイエーだったんだ今みたいな。でやっとよくわかんないタイミングで拍手するじゃないですか。ああ。そのまあ一般的なポピュラーミュージックを聴きに行ってる人からしたら、ソロなんか曲の途中なのに拍手するみたいな。そうだよね、明らかになんか区切りじゃないところでイエーイとかあったら、いやいやいや、ちょっとちょっとみたいな感じになるんじゃないですかね。なってるよね、うん、酔っ払いかみたいなそうそう、だいたいあの投稿してるんですか、今日は隣にうるさい人がいてみたいな、うん、なんかイエーイとか言ってるなあ、MC とかすんだっけ。 MC しますよ、苦手ですけど。苦手だけど、それはあのするようにしてるって考えてる、それとも。いや全然普通にあのただただ喋っちゃうだけですまあもうその時の雰囲気、はい、曲紹介とか紹介とメンバー紹介ぐらいなんで、うんうんうん、そんな言うほどの内容は喋ってないですね。なるほど、全く面白いことも言わないですし、うん、ああそれなんで面白いことは言わないでおこうって思ってる。言えないですね、ああいうそう面白いだろうと思って言って、うん、もう究極に滑る場合もあるじゃないですか。確かに確かに。したらあれ今面白かったんだけどああなるほどなるほど、はい、言わないですね。受けを狙って喋るのはもう芸人じゃないですか。いやだからすごいですよね、芸人の人って。受けを狙ってそれが受けるわけですから、うん、まあ、売れてる人ですけど、うん、面白いって言われる人は全部受けるわけじゃないですか。それすごいですよね。それとでも同じ文脈だけど、音楽家って笑われるとか泣かせるとか、その感情のどっちかは置いといて、何かを人にこう届けるっていう意味では同じことしてるわけじゃないですか。はいはいはい、あのその場に立って表現をしてるっていう意味においては、はい、でお笑いの人はそれ笑わせに行ってるわけですけど、はい、音楽家っていうか池戸裕太さんはどういう気持ちでその場に立ってることが多いんですか。難しいですね。なんか違うのも食べたいですねたこ焼きです。あ、めっちゃ冷えてますね。宮たこ、そうそう、宮たこ、宮迫さんがやってるたこ焼きとホリエモンがこうコラボで、へえ、ホリエモンってあのロケット事業やってるじゃない。でそれのロケット事業って何ですか。あの宇宙事業。あ、宇宙、はい、そうそうそう、あ、そっちのロケットですか。そうそう、でロケット
のなんか部品をこう鋳型で作ることになって、はいはいはい、なんか有名な鋳型の先生がいるらしくて、はい、その人になんかこういうの作れますかって言ったら、なんつうの、熱伝導率と、はいはいはい、あとはなんだろう、この熱のその保持力、はい、まあ、高いなんか希少元素を含んでるなんかだけど、でも実際むちゃくちゃうまい、まあ、でもそうですよね、僕もまあ料理するんで、うん、鍋にバンって入れた時に温度下がるじゃないですか、うん、下がりにくいってことですよね。下がりにくい、そうで、めっちゃ上手に焼ける、へえ、おいしい僕そこまでめちゃめちゃ好きじゃないですか、そう、はい、そんな言わんと違う、これは楽しいですね、シンプルに楽しい、あ、すごい火力っすね、これもう固まってきてますね、タコ大きめですごいですね、1.5 倍ぐらいじゃないですか、普通のたこ焼きあの。どうだろう、余計なものを入れずに紅生姜だけです。なるほど、紅生姜やっぱり一番うまいな、なんかネギはネギでうまいんだけど、はい、なんかあってもなくても一緒で、あ、すごい出汁のイメージしますね、あ、そうそうそう、出汁が結構入ってます、いろいろ、これなんかもうタレじゃなくてこのまま美味しそうですね、あ、このままでも全然うまいよ、ね、うん、僕たこ焼きそれ好きなんですよ、ほんと、あ、紅生姜のいい匂いしますね、なかなかこう部屋の自室でたこ焼きやる人も少ないじゃないですか、少ないね、意外とね、もう匂いが残ります。宮底さんに1個だけ俺注文あるとすれば、俺もうあと、もうあと3ミリぐらいこう、ここ高くして、そしたらもうちょい入るから、はいはい、そうですね、うん、さっきの話じゃないけど、やっぱりこう音楽家が音楽をしないみたいな、はい、チャンネルにしたいなと思って、うん、今度料理しましょうか、うん、なんか池田優太の美味しそうなイタリアンとか、ああ、いいですね、あのバーベキュー、マジで美味しいっすよイタリアン、ちょっと食べたいよ、うち今パンチェッタ作ってて、うん、ああ、もう出来上がってますけど、あの前作ってたよね、そうですね、よく作るんですよ、うん、あのパスタとかすぐ使えるんで、その都度いろいろ研究しながらやるんですよ、塩分濃度をどれぐらいにして何日漬け込んでどれぐらい塩抜きするかみたいな、もうちょい足そう、これ足すとね、やっぱ丸っこくなる、はいはいはい、そうだからこのカスが足りないんですよね、楽しいですよね料理って、若い頃から料理好きだった、昔からですね、一人暮らし結構長いんですよ、はいはい、高校出てからずっと一人暮らしなんで、基本的に小学生ぐらいの時から料理して好きでしたね、お、なんかいい感じですよ、お、これだけさ、散々たこ焼きやるようになって、はい、一回そのプロのやつ食べに来たな、この状態で、あ、まあ、全然違うんだろうけどさ、プロっつってもまあ銀だこですよね、うん、まあ、プロっつってもアルバイトだけど、はい。でも1日に何個もさ、半年もやってたらプロでしょ、そうっすね、うん、1万時間できるプロですから、あ、らしいね、はい、もうさっきのあれで言うと、そのルーティンだけで10年間1日2時間やったとして、はい、10万時間いくんじゃない、いかないかな、まあ、近いところまで行きますよ、行ってるよね、まあ、それだけだとしてもさ、はいはい、なんか1個 その練習をずっとやり続けることの良さって、うん、その自分に対してのなんか安心感みたいなのもあるのかもしれないですね、でもなんか不安になった時、うん、あんだけやってるから大丈夫だみたいな、なるほど、不安になることあるの、ないですね、だってできるものはできないじゃないですか、不安になろうが、そうだよね、それはなんか自己暗示しても、まあ、ある意味開き直るしかないね、そうですそうです、できない時にもがくのが一番いい演奏にならないと思うんですよ、あ、そう、なんか、うん、だって出てこないじゃないですか、はあはあ、もがいても、その何、いい演奏で周りが言うときと自分がいい演奏したなっていうの一致してる、自分がいい演奏したなって思ったときはないですもん、ないか、はい、そういう日が来たらやめます的な、やめませんねより練習するんじゃないですか、ね、あ、そっか、はい、いい演奏できたらってもう一回同じことやろうと思わないと思うんですよ、うん、だったらジャズやってないと思うんで、なるほど、なんかあの周りがいて自分がいての演奏っていうのはやっぱジャズの演奏だと思うんで、はいはい、なるほど、いい演奏って何だと思いますか、
聞いてる人がいいと思ったんじゃないですか。じゃあ聞いてる人が満足しなかったらダメな演奏。そうとも言えないですよね。そうとも言えないね。さっきのその聞いてる時にこう笑い芸人は笑わせようと思ってこう話ししに行くじゃないですか。まあ受けたい受けたいわけでしょ。受けたい。でもじゃあ、僕はその受けたいと思って演奏してないと思う。その音楽やってる時にそんな邪心があったら多分そもそもダメだと思うんですよ。聞いたらかっこいいだろうなんて、はいはいはい、聞かないじゃないですか。だからそこは多分違うんでしょうね、その考え方が。いわゆる怖い、うん、でもあれでしょ、その受けなくていいやとも思ってないでしょ。受けなくていいとは思わないですね、うん、だからエンターテインメントをしに行こうとは思ってないので。なるほどね、うん。まあ、これなんかぐちゃぐちゃに見えるでしょ。最後コロコロになるんですよ。なるんですよ。最近うちの子が僕が作るカレー黒だったんですよ。おお、結構辛いの。いや、辛くないです。辛み入れないんで、うん、あとペンでめっちゃ食べます。へえー、うまいって。美味しいって。へえー、すごいすごい。ペンネっていうワードを幼稚園には知ってるんですよ。多分あれだよ、そのもうその辺の美味しくないイタリアンとかも食べなくなるよ。サイゼリアにいつか連れて行ってやろうと思って、うん、あの日本一有名なイタリアンだよって言って、はい。でもなかなか効率の悪い食べ物だよね。確かに7個7個を作るのに多分20分ぐらいかかるわけ。はいはい、確かに効率が悪いですよね。でもなんかその効率を求めちゃいけないんだよね。このなんか、まあ、確かに液体を固めてるわけですからね、うん、その最初の時点でもうそもそも、うん、でしかもこう中トロトロにするっていう、はいはい、本来あっちゃいけないことじゃん、はい、生焼けみたいなもんだ。なかなかトークっていうのは難しいもんですね。難しいです。なんかこうダラダラ喋っててもさ、味が出るようになるっていうのはさ、かなりな腕なんだろうね。何かしら考えながら喋らないと多分ならないですからね。もしかよっぽど面白いからさ。俺が今この YouTube ってやってるの、たこ焼きでいきなり喋ってるのってさ、はい、何も練習してないのになんか人前で演奏してるようなもんじゃん、はいはいはい、いけるね、そろそろ。おお、もういい色ですもんね。ね、美味しそう。こっちに。はい、どうぞ。はい、どうも。これすぐには食えないやつですね。あ、熱い熱い熱い。うん。まあじゃあお好みでこれと。はい。プレーンで大丈夫です。どうぞどうぞ。お願いします。あっけ。あ、あっこ。あ、おいしい。うん、おいしい。うまいね。おいしいです、めっちゃうまい。めっちゃ熱いね、うん、死ぬかと思って、うん、めっちゃ熱いです。うん、これやっぱりなくて大丈夫。僕、たこ焼きとお好み焼きが苦手な理由がこれなんです、うん、あの、すべてを支配するんで。あの、確かに確かに。その中の支配力が、かつマヨネーズとかってもう何食べてるか分かんないですからね。美味しいこれ、うん、うまっ、うん、あっこ、やけどしたな。ここ数日で多分食べ物の中で一番熱いです。間違いない、はい、こんな熱いもんないよね。ないですね。今まあ割とすぐ行きましたからね、うん、めっちゃうまいですね。タコパですね。タコパ、うん、タコパ。僕も料理するとき酒飲んでるんで、いつも。ああ、はいはい、はい、完全にキッチンドランカー状態ですけど、うん、酒は今は毎日毎日欠かさず飲みます、うん、体調が悪くない限り飲みます、うん、家では家ではウイスキーです、うん、結局周りに回って角が一番うまいです。うん、角うまいよね、はい、ドミナントの時なのかな。なんかよくあるなんか超音波みたいな必殺技みたいなのあるじゃん。超どうなんすか。なんかブー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 ってやつ。あ、2世でやるやつ。2世かな、はい、あれ何やってるの。あれはビールを新しくしてもらいたい。あ、プレミアムの方で
あ、じゃあプレミアム、はい、まあ、だからって言うかどうかいただきます。あれを視聴者の人見たいと思ってる人いっぱいいると思うんですけど、それで教えてもらえたりはしますか、ね、あれはですね、さっきのあのドロップ2、ドロップ3を分散してるだけです。コードをばらして弾くだけなので、ちょっと左手がよく見えるように、それは何を弾いてるの。例えばこれ F7 ですね、うん、いわゆる普通の F7、うん、これをちょっとばらせばいいです。それやっぱりドミナントの時やってるの。これドミナントじゃない時もあります。例えばメジャーセブンでこの形、これとかこれとかこれをバラして弾いたり、もう一回ゆっくりやってもらっていい。これ後でタブ譜のせようかな、はい、だからそういうのが他にもあります。そうそう、あれどうやってんのかって。でも基本的にこのアイディアってジミー・ウェーブルっていう人のアイディアですね。へぇ、ジミー・ウェーブルって誰だっけ、あのカウンター。そうです、コントラプンターとかの本書いてある、うん、あそこから全部取ってます。ジミー・ウェーブルって誰かが言ったの。グラーゲが言ったのかな。グラーゲのレッスンでジミー・ウェーブル の本について質問しました。へぇ、わからないけどどうやりますみたいな。もうこれいけてんじゃないですか。いけてるね、はい、じゃあお皿を。なんかさっきより美味しそうだね、丸々。なんででしょうね。多分鉄板が温まってるから、うん、なるほど。ただ熱そうっすね、相変わらず。ちょっと警戒した方が。はい、どうぞ。絶対熱いっす。多分さっきより熱いと、なんか温まった上での。いきなりガボって口の中でやるのは罰ゲームですもんね。いやちゃんとビール用意しておいて、火消しの火消し、うん、火消しの準備はしておいて。恵みですね。恵み、そうそうそう。うん、あ、おいしい。大丈夫。あ、ほら、噛めないじゃあ、やべやべ、噛めない、うん、これ、一口で行く人はやばいだろ。やめた。あ、はい、うん、うまっ、うまいっす。あ、これうん、あっか、うん、うまい。生姜だけっていいっすね。美味しい。うん、熱い。なんか涙出るぐらい熱いよ。熱いです。てか噛めないですから、うん、まず。たこ焼きがこんなに美味しいとは思いませんでしたね。いいよね。美味しい、すごい。なんかタレをいっぱいかけ出すと、うん、ジャンクフードになるんですよ。うん、これだとなんかね、食事だよね。そう、料理っぽくなるんで。うん、カノックスターみたいなしてる。知らないです。その辺詳しく教えてもらっていいですか。ビールをいただければ、はい、ぐらいでも喋ってくれます。乾杯です。なんか学生の時の飲み会みたいじゃん。いいですね。たこ焼きで肉だと初めて言われた。これうまいんだよ。しかもやっぱこの完別レッドリーもいいやつ。そう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 。いい匂い、すごい。それじゃあもう自分のタイミングでいけそうなやつは行って。焼肉、焼肉、はい、一応こんなキュッと抜けたくなる。うん、入んないんですよ。まあ、音楽機材がいっぱいある。とりあえず焼肉、油がないよね。まあまあ、あ、
そうか、たこ焼きのこの利点は油がここから落ちないっていうのがあるんですよ。あ、そうだね、そうだね。だからあの揚げ焼きみたいになるんで、うん、めっちゃ煙ってるわけね。ちょっと開けようか。カム開けた方がいいと思います。カム開けそうな。うまっ。いただきます。うまっ。あ、おいしい。うん、うまい。美味しいですね。やっぱり肉はうまいですね。うまい。うん、あと余熱でいくんじゃない？もういいんじゃない？いいんじゃない？何が言ってんの？これもさ、全部いけんじゃないか。うん。まあ赤いとは思うけどね。キャンプ、キャンプしますよ、キャンプ。うまい。うん、キャンプ、キャンプして動画見たいやつ、うんうんうん、アコギ引いてね。そこ引かないよ。まあでも引いてって言ったところを、いや俺いいっすよみたいな感じでみんなで食べて、だからたこ焼き器で肉焼いてみたっていう動画の名前、ね、名前でアップする方が面白いかもしれないです。十分だね。もうたこ焼き万能なの。うん、なるし。これ1個あれば、たこ焼き。あ、でも横では平らになる機能があれば。機能ないでしょ。うん、うまっ。うまい。やっぱ牛肉ってのはうまいっすね。うん。うん。ほんとに重いんで、秒で煙りましたね。うん、またやりましょうね。じゃあこの動画がいいと思った人はグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。食べてますよ、まあ